またお会いできましたね。ハンルーのおかげでベラと旧域の時空の結び目がつながって天文が復活したの。それでベラから旧域に調査隊を送るそうよ。嬉しいわ。これで一緒に暗闇に対抗できるようになりますね。互いの知識を合わせれば暗闇を一掃するのも夢ではないでしょう。そうだね。それじゃまた後でね、ハンルー。さあ深淵の渦に行こう。全員揃ったようだね。では始めよう。皆もご存知のように、ハンルーさんが無事深淵の渦から戻って時空ゲートの構築に成功したとのことだ。インニスと旧域間の往来が初めて実現されたということになる。これは実に喜ばしいことだ。しかし危機は今も刻一刻と迫っている。廃棄種は人類全体の存続に対する脅威だ。我々は志を共にし、力を結集して対抗しなければならない。そこで旧域との協議の結果、転送ゲートが確保され次第旧域へ調査隊を派遣することになった。ドクター・レビリア、あなたの旧域行きを許可する。廃棄種についてできるだけの情報を持ち帰ってくれ。ありがとうございます。天蘭、君も同行したまえ。君の職務を果たし、ドクター・レビリアをしっかり守るのだ。承知しました。エクセキューター、シャーリーさん、エルリックからの伝言だ。第9地区を代表して本作戦に参加してほしい。はい、全力で頑張ります。また2人と同行できて嬉しいわ。楽しくやろうぜ。ま、君たちとの任務はいつでも楽しいけどね。では各自準備にかかってくれ。皆頼んだぞ。ランさんたちが深淵の渦で待ってるってさ。俺はちょっと用事があるから後で合流するよ。またお別れか。より良き未来のためよ。次に再会する時までにきっとベラの未来を探し出してみせる。私も一緒に行きたかったわ。でもミラポリスも課題が山積みだから、お互い頑張りましょう。理想に向かう道は一つじゃないのだから。ええ、でもいつか必ず道は交わる。夢に描いた未来に続く道が。エクセキューター、シャーリー、2人には感謝しかないわ。これまでの困難を乗り越えられたのも全部あなたたちのおかげよ。本当にありがとう。こちらこそ、ずっと支えてくれてありがとう。そうだ、あの約束覚えてる？全てが終わったらアーシャに高い山や海、氷河や雪原を見に行くって。うん、きっと実現できるよ。楽しみにしてるわ。どうか無事に帰ってきてね。ええ。もうすぐ旧域です。時空乱気流です。気をつけて。あなたたちどうしてここに？時空乱気流に遭遇して予定地点に到達する前にはぐれてしまったんです。原力遺跡の周囲に落ちるなんて、ここは暗闇の活動が活発だから気をつけてください。ランさんたちあの人なら大丈夫、心配いりませんよ。せっかく遠いとこから来てくれたのに。結構怖いな。歓迎会がこいつらの相手だなんて。むかむか。旧域の廃棄者、どこが違う？それにしても時空乱気流のせいで戦場のど真ん中に落ちるだなんて、運が悪いですね。でも皆さんさすがですね。気づいたら全部倒しちゃってて。暗闇たちを倒してなんと合流しよう。そうですね、あっちは大変そう。加勢しましょう。暗闇め、一匹たりとも逃すまじ。待ってください、迂闊に攻撃するのは危険です。エクセキューターさんたちは時の印を持っていません。援護しなければ。分かってますって、お任せあれ。任せたわ、朱雀。それじゃあこの闇鬼たちを倒しましょう。犠牲になった兵士たち、暗闇に操られたかわいそうな仲間たち、安らかにお眠りください。大丈夫？誰も怪我してない？うん、みんな無事よ。朱雀様、この度は甚大な被害が。我々が油断をしたばかりに衛兵失格です。どうか罰を。あなたのせいじゃないわ。今回は闇鬼まで現れた。いつもとは違う。これは入念に計画されたものよ。でもみんなのおかげでここを死守できた。ありがとう。歌集譜には連絡してある。あとは任せましょう。犠牲者の遺族たちにもしかるべき処遇が図られるわ。ゆい、朱雀様、よくぞお帰りくださいました。ようやく歌集の大黒柱が帰ってきました。ええ、みんなの犠牲決して無駄にはしないわ。闇鬼たちを操っていた力は消えたけど、まだ安心はできない。残りは私とハンルーが処理するね。龍華、ご苦労様。え、もう終わりですか？まあまあ、安心して。もっと大事な任務があるから、みんなは先に龍華と歌集譜に向かって。貴玉様がお待ちになってるわ。今きっと疑問だらけだと思うけど、全部彼女が答えてくれるから。はい、じゃあこちらへ。道案内には慣れてます。手のひらを返す、いや棚からぼた餅、あれなんだっけ、棚心を返すよりも安し。あ、そうそうそう、手のひらを返すよりも安しですよ。さあ行きましょう。旧域はよく暗闇に襲われるの。はい、我々と暗闇の戦いはもう何十年も続いているのです。故郷を苦しめる富ども許すまじ。歌集譜まで歩くのは大変だから天守で行きましょう。旧域の風光明媚な景色をご堪能あれ。玉蘭と申します。こちらへどうぞ。貴玉様が首を長くしてお待ちですよ。遠方よりご足労いただき恐縮の至りです。おもてなしの至らぬ点、どうか感情のほどを。暗闇はベラと旧域共通の敵、まさに人類の命運がかかっていると言えましょう。ベラと旧域をつなぐ天門が開かれた今、我々が力を合わせればこの脅威を根本から取り除く術も見出せるはずです。ええ、今日この日がその始まりとなりましょう。それにしても深淵の渦をどうやって転送ゲートに？臨天門の技術者が時の印を使って深淵の渦の時空の流れを変え、その終点を安全な場所につなぎ止めたのです。ただ予期せぬことに皆様は移動中本来の軌道から外れてしまった。おそらく原力遺跡が引き起こした波動の乱れによるものかと。あの遺跡はこのところ穏やかではないのです。どうぞご容赦を。みんな無事ですし気にしないでください。すでに対策は講じておりますゆえ、今後は二度とあのようなことは起こりますまい。なるほど。つまり時空乱気流はあの暗闇たちのせいってことですね。ええ、旧域にいらして早々戦いに巻き込み心苦しく思っております。もしもあの時皆様が時の印をお持ちならよかったのですが。朱雀からお聞きでしょうが、時の印には時空を安定させる力があります。その原型は原力遺跡で発見され、研究によりさまざまな機能が引き出されてきました。その一つが暗闇への対応です。旧域の暗闇は不思議な力により防御力が格段に強化されています。おそらくベラでいうところのテリトリー能力でありましょう。ある特定の暗闇が放つそれは旧域全体を覆うほど強力なものなのです。しかし時の印を使えばその影響を打ち消すことができます。また時の印は生き絵の証でもあります。身につけていれば域内を自由に行動できます。玉蘭。かしこまりました。明朝華州四国でお待ちしております。ただ時の印も万能ではありません。その力に頼れば頼るほど危機が迫ってくる。時の道元の枯渇が、時の印を動かす時の道元は旧域の域脈から取られています。それがそこを突きかけているのです。え、それじゃあ時の印を使えなくなってしまうんですか？ええ、そうなれば暗闇から旧域を守る術は失われる。だからこそ朱雀たちを天門の外へ行かせたのです。旧域の活路を見出すための最後の手段として。でも問題はそれだけでもなさそうですね。ええ、先ほどの戦いで皆さんの前に姿を現した敵方の首相南院です。彼女は旧域を裏切って暗闇側についたのです。どんな陰謀を企んでいるか分かりませんが必ずや阻止してみせます。皆様もどうかご用心を。彼女の手の内は計り知れません。集団で対抗した方が良いでしょう。わかりました。気をつけます。他にご質問があれば何なりと。いえ、今のお話で目下の疑問は全て解けました。あとは実際に体験してみないとわからないことも多いでしょう。覚悟はできています。承知いたしました。それでは皆様、今日はどうぞお休みくださいませ。龍花と玉蘭がお部屋までご案内いたします。ドクター・レビリア、天蘭さん、どうぞこちらへ。あれは天門ですよ。朱雀さんたちはあそこから出発したんです。まり初めて旧域の時空障壁を突破し外界とつながったわけです。でもあの時は生きて帰ってこれる保証なんてなかったんです。朱雀と韓流は一体どんな気持ちで天門をくぐったのでしょう。皆さん一日お疲れ様でした。お部屋はこちら、来てください。じゃじゃーん、どうです？ベラとは違うかもしれないけど快適ですよ。例えばあの寝床、あそこで瞑想するとすぐある動物に会えるんです。動物って？猫ですよ。皆さんもぐっすり眠れますように。それじゃあ他に何か聞きたいことは？あそこにはとてつもなく危険な暗闇が封印されているんです。遺跡に封じられてさえ外界に影響を及ぼせるくらいですから、今日の暗闇たちも奴がおびき寄せて遺跡を攻撃させてたのです。旧域を守る生贄として必ず奴らの侵攻を食い止めねば。今日みたいな戦闘、旧域ではよく起きることなんだね。はい、でも皆さんの安全は我々が守りますから、ご安心を。それじゃあ他に何か聞きたいことは？南院、あの裏切り者め、あんな奴に憧れてたなんて忌々しい。そいつはどうして裏切ったんだ？南院はもともと愚行士という組織で暗闇の研究を指揮していました。だけどある日彼女は忽然と姿を消したのです。みんな必死で探したんですよ。なのにようやく再会できたと思ったら、なんと暗闇の仲間になっていたんです。理由も未だに謎のまま。思うにですよ、南院は暗闇の研究をやりすぎて取りつかれちゃったのですよ。愚行士なんて組織作らなきゃよかったのに。とにかく暗闇は人類の敵、加担する者には天誅です。絶対に許しませんからね。それじゃあ他に何か聞きたいことは？それじゃあおやすみなさい。おはようエクセキューター。申し訳ないけど今日は一緒に行けないわ。研究施設の見学に行くんだ。タク州の龍剣閣というところだよ。別行動になるから一言挨拶しておこうと思ってね。困ったことがあったらいつでも連絡してくれよ。ああ、迷子は別だよ。俺もわからないからね。昨日の話では旧域の暗闇はベラの廃域種とは性質が異なると言っていた。原因は単なるテリトリー能力なのか、それとも複数の要素が重なった結果なのか、あるいは別に原因があるのか、早く解明しなければ。そしたらもっと有利に戦えるかもしれないだろ。俺たちに任せてくれ。うん、気をつけて。私たちも行こう。玉蘭が待ってます。ついてきてください。皆さんようこそ。改めまして私は玉蘭、四国を守る国営の長よ。時の印は準備できてるわ。でもその前に試験があるの。試験？使用者の資質を見るのよ。時の印は誰でも使いこなせるわけじゃないから。でも心配しないで、難しくないから。気楽に受けてくれればいいわ。誰？ここは心の通り道、時空の定律が交わる場所。私はここの案内人だ。進みなさい。最後までたどり着いたなら、そなたの望みを叶えよう。そなたのこれまでの記憶だ。心の中を覗いたのか。試練のためだ。不愉快な思いをさせたのならお詫びしよう。だがそなたにはこれより前の記憶がない。不完全な記憶、このようなものは珍しい。昔のことは何も覚えてないんだ。目覚めたらジークとシャーリーがいて、それが全ての始まりだった。あの襲撃がなかったとしても、アイダのこの末裔である2人はいずれは波乱の渦中に巻き込まれていた。そしてそなたも同じ運命だった。だとしても後悔はないさ。そのまま進め。シェルターの仲間と妹とどちらを選ぶ。厄災に蝕まれた世界ではこのような残酷な選択が無数に繰り返されている。そなたならいかなる選択をする。答える必要はない。さあ進みたまえ。それはシャーリーの兄探しを手伝うためか、よるべのない自分に生きる意味を与えるためか。シャーリーが兄を見つけた後、そなたは何を目標に生きる。そなたがシャーリーを支えても、一体誰がそなたを支える。大厄災の影響の及ばぬ軸、しかし等しく荒涼たる地、孫うことなき不毛の地。いろんなことがあったけど、みんなで乗り越えてきたんだ。生と死、善と悪、人と化け物、それらは時に神人。力には代償が伴う。タイムリバースは魅力的だ。そなたは時を戻したいと思ったことはないか？それは違う。とっくに答えは出てる。時を戻せるなら何をしてもいいっていうのか？聞かせてほしい。そなたは許しの天使の存在をどう思っている？偽物の正義を振りかざして罪の意識をごまかしているだけだ。間性を救うだとか言ってるけど、タイムリバースが成功する保証なんてない。結局悲劇を繰り返すだけじゃないか。俺は自分が正しいと思う道を進むさ。正しい道と答えはもう分かってるはずだ。この先にどんな危険が待っていてもか、今ならまだ引き返せる。勇敢なのか無知なのか、いずれにせよその決意の変わらぬことを願う。我々の戦いはもうずっと前から続いている。生命の理りを超えて時空を自在に行き来できる存在。恐ろしいのはその全貌が未だつかめていないことだ。キャツラは無尽蔵であるとすら考えられる。旧域は長い間外界から隔てられていた。転送ゲートの開通は新時代の幕開けといえよう。別れた道が再び交わり、新たな変数が加わったことでようやく勝算の兆しが見え始めた。だからその変数であるそなたに会いに来たのだ。俺に？あなたは誰なんだ？いつかまた会う時が来よう。それとそなたの友人は特殊な存在だ。そのためにそなたたちはさらなる試練に直面することになる。進みなさい。これから仲間たちと共に。気分はどう？少し休んでもいいわよ。なんだか不思議な感じだった。そっか。シャーリー、大丈夫か？何か見たのか？大丈夫、何でもない。私が見たのは夢の世界みたいな感じだったわ。私は一人で旅をしてた。アーシャとベラを全部旅して最後に旧域に来たんだけど。だけど？自分で自分の経験を見るのはなんだか不思議だったわ。見えるものは人によって違うの。だから気にしなくていいわ。一人？じゃああの声は？玉蘭さんの時は？私？自分と派手に戦ったわ。やっぱり自分が一番手強い。自分と戦ったんだ。これで二人とも無事に時の印の力を手に入れられたわね。だけど今のままじゃまだ不完全だから最後の仕上げが必要なの。龍華が外で待ってるわ。絶対うまくいくと思ってましたよ。これが朱雀心臓。ほら、何か感じないですか？時の印が反応した。心臓と共鳴したわ。ええ、心臓は時の印に呼応して戦闘力を強化してくれるんです。へえ、すごいな。研究報告書が5巻もあるくらいですからね。まあ我は全部読破しましたけど、いやー、実に奥深かったですね。それじゃどういう原理で強くなれるんだ？原理ですか？我は心で会得したけど、一言で言うのは難しいですね。とにかく時の印は便利だってことですよ。何か違う力を感じる。まだですよ。時の印の力はこんなものじゃありません。力を最大化するには朱雀心臓の道元を満タンにしなければなりません。近くにないかな。どれどれ。あった！来てください。さあ戻って朱雀心臓を強化しましょう。最後はこれ。精神碑を発動したら完成です。こいつの原理はですね、時の印の力を増幅できるとかなんとか。なんか曖昧だね。使えればいいんですよ。姉貴、緊急事態だ。早く原力遺跡に来てくれ。何があったの？それがよくわからないんだ。とにかく早く来てくれ。早く助けに行こう。空乱気流のせいかもしれない。本当に次から次へと。まずはこいつを何とかしないと。妖気が怪我人を避難させて、ここは任せなさい。初めてです。早くあの方に報告せねば。スザク様たちは今こっちに向かってるそうだよ。あ、こちらはベラから来た方ですね。ありがとうございます。俺はヨウキン、この暴力女の弟です。と言っても姉とは違って。いたいたたたた。何よ、大げさなんだから。はいはい、真面目な話をすると、この怪物は遺跡の守護獣だって言われてるんだ。今まで襲ってきたことなんかなかったんだけど。なるほど。ちなみにさっき怪我人を運ぶついでに周囲を観察してみたんだけど、昨日の乱気流はやっぱり遺跡の中から来ていると思う。これは奥に行って調べるしかないよ。なら話は早い。エクセキューターシャーリー、行きましょう。妖金は害虫が入ってこないように外を見張ってて。仰せの通りに。せっかちなお姉様、くれぐれも気をつけて。はっ。遅くなってごめん。無茶しすぎよ龍華。何かあったらどうするの？平気です。下衆生き絵としての務めを果たしただけ。もう二度と無理しないこと。それと少し休みなさい。命令よ。姉貴、大丈夫か？もううるさいな。大丈夫だって。少し疲れただけ。ふらついてるじゃないか、また強がって。あんたの目が悪いだけでしょ。はいはいはい、じゃあ医者に行くから付き合ってくれよ。あ、そうだ、目が悪いんで転ばないように隣で支えてくれないかな。ここは危険だわ。みんな地上に戻りましょう。貴玉様、ご報告します。現場を調査したところ、この2日間の異常現象はやはり遺跡に封印されている暗闇の仕業のようです。応急処置として龍華が原玉遺跡の封印を強化してくれたので、ひとまず主演の暴走は収まりました。はあ、とうとう来たのですね、この日が。とうとうということは、貴玉様はこうなることが分かっていたのですか？原玉遺跡に朱雀の印があったでしょう。前にも暗闇が封印を逃れようとしたことがあったのですが、その時に追加の封印を施したのです。原玉遺跡はずっと暗闇の動きを封じてきました。時の印と同じ原理で、そして同じく道元を力の源としています。しかし道元の現象が暗闇に隙を与えてしまい、我々は直接時の印を使って封印を強化しなければならなくなったのです。それが今回再び破られたということは、これまでのように遺跡の機能を維持できなくなったことを意味します。最悪の場合、遺跡が崩壊して暗闇が野に放たれることになりかねません。それじゃあ、その度に時の印で強化することはできないんですか？急場しのぎにはなりますが、大きな代償を伴います。もちろん生き餌たちは全員とうにその覚悟はできています。しかし根本的な解決にはなりません。俺たちが力になれることはないのでしょうか？韓流が先日持ち帰ってくれた情報で、少し気になることがあります。今整理をさせていますので、今度また知恵を貸していただきたいのです。今日はお疲れでしょう。